マリオシリーズマリオルイージ RPG シリーズマリオルイージ RPG3 マリオルイージ RPG3 は、ニンテンドーより2009年2月11日に発売された、ニンテンドー DS 用ゲームソフト。マリオルイージ RPG シリーズの3作目にあたる。正式には全角である、と少数が、本校では半角である、と記述する。 2018年12月27日に、任天堂 t e ー d 3DS 版、マリオルイージ RPG3 デラックスが発売された。これまでのシリーズは、マリオとその弟ルイージが息を合わせて、独特のアクションやシナリオ展開を繰り広げていたが、今作ではそれに加え、マリオのライバルであるクッパもメインキャラクターに据えられている。このため欧米版のサブタイトルは、バウザー。 S インサイ d ストーリーとなっており、タイトルにバウザーの名前が入ったゲーム作品は本作が初となる。A ボタンでマリオ、B ボタンでルイージを操作し、さらに今作では X と Y でクッパを操作することができる。ひょんなことからクッパの体内に閉じ込められたマリオたちとそうとは知らないクッパが間接的に協力し合いながら道を切り開いていく。 ストーリー中の言い回しなどは、メタボリックシンドロームが、名前のモデルである、メタコロ病をはじめ、発売当時における社会の話題を風刺したものが多い。マリオルイージ RPG シリーズでは、国内売り上げ最多の作品で、発売同年7月頃まで集数千本のペースで、売り上げを伸ばすロングセールスとなった。BGM は前作に引き続き下村洋子が担当。 ある日、突然体が丸く膨れコロコロと転がり続ける奇病、メタコロ病が、キノコ王国のキノピオたちに流行。この事態を救うべく、ピーチは、スターの聖夜マリオと、ルイージも招集しての会議を開く。その会議の最中、自分が呼ばれなかったことに腹を立てて、ピーチをさらいに来たクッパが乱入するも、マリオに帰り討ちにされる。帰り討ちに会ったクッパは、 森の中にいた怪しい商人から奇妙な色をしたラッキーキノコなるものを渡される。あまりの怪しさに初めは敬遠していたが、それを食べれば劇的にパワーアップできるという言葉を聞き、マリオに勝利したいという思いからクッパはそれを口にしてしまう。会議の結果、キノコ王国民ではない男からメタコロキノコというキノコをもらい、それを食べたことしか、 患者の共通点がなく、スターの性の代表、イエロースターにも対処法がわからないため、マリオとルイージュがその人物を懲らしめ、解決方法を探るための旅に出ることになった。しかし突然、様子がおかしいクッパが現れ、その場にいた人々を掃除機のように一人残らず吸い込んでしまった。クッパは皆を吸い込んだ後気絶し、ゲラコビッツの命令を受けた。 メタボスによって、どこかへ連れて行かれてしまう。かくして、マリオとルイージは、クッパの体内で行方知れずになった、ピーチ姫たちと合流してなんとか脱出するために、クッパは、ゲラコビッツに奪われた、クッパ城を奪還し、あわよくばピーチ姫と、キノコ王国を奪うための冒険に出る。マリオルイージが、クッパの体内にいる場合は、DS の下画面にマリオとルイージ、 上画面にクッパが映し出され操作するキャラクターを切り替えることができる。A ボタンがマリオ、B ボタンがルイージ、X と Y ボタンがクッパの操作となり状況に応じてマリオたちとクッパの操作を切り替えながらゲームを進めていく。マリオとルイージの操作方法はこれまでのシリーズとほぼ 同様に A ボタンと B ボタンを使い分け、クッパは強力なパンチと炎で障害物を破壊して、道を作りながら進む。クッパの体内はいくつかのスペースで区画分けされており、体内マップで行きたい場所に、マリオルイージのカーソルを合わせて、A ボタンを押すとそのスペースを探索できる。イベントが起こりクッパの体に変化が起こると、クッパの体内マップに反応が表示される。 区画には、ガラクタスペースなどの、いわゆるダンジョンのほかチャレンジホールや、ショップなどがある、キノピオ広場がある。クッパの体内は、2D の横移動である。中盤になると、クッパの体内から出ることができるようになり、クッパの体内と外の世界を行き来しながら、ゲームが進行していく。また、マリオとルイージが、クッパの体内で行ったことが、 クッパの行動に影響を与えることがある。反対に、クッパの行動がマリオとルイージがいる体内に影響を与えることもある。フィールド上で敵に触れると画面が切り替わり、その敵たちとのバトルが始まる。敵に触れる際、ジャンプやハンマー、パンチなどで敵に攻撃すると、バトルの始めに、すべての敵に少しだけダメージを与えることができる。ただし、敵に、 背後から接触されるとそのキャラクターが転んだ状態でバトルが始まってしまう。バトルではこれまでのシリーズ同様パラメータのスピードの大きい順でコマンドブロックを選び行動を行う。すべての敵を倒すと勝利となり経験値やコインなどを入手でき経験値が一定量溜まったキャラクターはレベルアップする。しかしマリオとルイージュの HP が共に 例になるか、クッパの HP が例になるとゲームオーバーとなる。なお、今作ではアイテム、リトライクロックを持っているとゲームオーバーになった時に使用することができ、使用するとそのバトルを HPSP が満タンの状態で初めからやり直すことができる。ただし、リトライクロックは手に入る数に限りがあるため、何度でもリトライができるわけではない。バトル中の操作も、 フィールドと同様に、マリオとルイージは A ボタンと B ボタンで、クッパは X ボタンと Y ボタンを使用する。これまでのシリーズと同じく攻撃するときや敵から攻撃される際にうまくボタン操作をすることで与えるダメージを増やしたり、敵の攻撃を回避、反撃したりすることができる。また、スペシャルアタックを使用し、敵に大きなダメージを与えることもできる。 マリオルイージのスペシャルアタックはすべてボタンのみで操作し、クッパのスペシャルアタックはクッパをタッチペンで移動させて甲羅を弾いたりカメックの列をなぞって線で繋げるなどすべてタッチペンを使って操作をする。スペシャルアタックの詳細は口述。マリオとルイージは道中で入手する様々なバッジを装備することができる。 このバッジは2枚で1体となり、攻撃を成功させ、一定以上の評価を出すと、バッジメーターが溜まっていき、メーターが満タンになった状態でメーターをタッチすると、身につけていたバッジの組み合わせにより、2人の HP が回復する、次の攻撃で与えられるダメージが増える、などといった様々な効果を得ることができる。マリオのバッジが効果の種類、 ルイージのバッジはメーターが溜まる条件を設定するものである。なお、ルイージのバッジのメーターが溜まる条件の難易度が上がれば上がるほど攻撃が成功した時のバッジメーターの上昇量が増えていきさらに状態以上の回復などの追加効果がつく場合もある。このゲームは基本的に DS は横持ちで操作するがあるイベントでクッパが蘇生された反動で 巨大化し、そのクッパが巨大な敵と戦う場面では、DS を縦に持ち替え、タッチペンとマイクで操作をする。このバトルでは、基本的にパンチや、火炎放射で攻撃を行ったり、巨大な敵から出てくる敵を、タッチペンで角度を指定して、炎を吐き攻撃の迎撃などをする。他にも、戦闘ごとに異なった操作が用意されている。スタートボタンを押すと、 スターメニューというメニュー画面が開く。そこでは、マリオルイージやクッパの健康状態、持ち物を確認できるほか、キノコやシロップ、チキンなどを使って、体力の回復や装備品の変更などが可能。また、覚えている、スペシャルアタックの詳細やお手本を見たり、実際に練習をすることもできる。ゲームを進めていくと、バトル中に使用できる。 スペシャルアタックを習得することができる。マリオルイージはフィールドに隠されているアタックパーツを一つのアタックにつき十個ずつ集めると習得でき、クッパはどこかに囚われているクリボーや兵法などの手下たちを救出すると習得できる。ただし、中にはあるイベントをクリアしたり、ある条件を満たさないと習得できないスペシャルアタックも存在する。 スペシャルアタックを使用するには、アタックごとに決められた値の SP が必要となる。基本的に威力の高いスペシャルアタックほど必要な SP が多くなる。マリオルイージのスペシャルアタックマリオルイージのスペシャルアタックはすべて A ボタンと B ボタンで、アタックによっては十字ボタンも同時に使って操作する。前作同様、マリオとルイージで使える技に違いはない。 3DS 版では、ブラザーアタックという名称になった。クッパのスペシャルアタッククッパのスペシャルアタックはすべてタッチペンのみで操作する。3DS 版では、ボコスカアタックという名称になった。モンスターには、攻撃の癖というものが必ずあり、それをよく見ることで、マリオ側、ルイージ側のどちらに攻撃してくるか、あるいは攻撃が頭上へのフェイントであるかどうかなどが、 わかる。また、マリオたちのスペシャルアタックがそうであるように、モンスター側も1ターンに何度も攻撃してくることがある。主にクッパの冒険の舞台となるが、ゲーム中盤からは、マリオルイージで探索することもできる。ただし、中にはクッパでしか進めない場所もある。マリオルイージが探索できるダンジョンや施設がある。マリオルイージ RPG や、マリオ ルイージ RPG2 の開発に携わったアルファドリームが本作の開発に参加した。本作のディレクターとシナリオを務めた久保田博之は任天堂オンラインマガジン n e m 2 0 0 9年3月号のインタビューの中で開発を始めた頃は不安でいっぱいだったと振り返っている。その理由として久保田は RPG2 では RPG との差別化が図るという目的があったのに、対し、本作では、前作と同じハードでいかにして、新しい遊びを提案するか苦労したことを挙げている。前作、RPG2 では4ボタンを活かすために、X ボタンと Y ボタンを、技の強化に割り振った結果、操作体系が複雑になってしまったという反省から、本作の開発では、 マリオの要であるアクションを重視すると形で、原点回帰が図られると同時に、前作以上に遊びやすいものにして、間口を広げるという方針が取られ、特に、ユーザーインターフェースの改善に力が注がれた。本作の難易度調整には、特に最新の注意が払われ、クボタは、いろいろな人にプレイしてもらったアンケートで分かった、不満にすべて対応していったので、 一番いいバランスになったのかなと思います。と振り返っている。腕試しとして強敵と戦うことができるバトルコロシアムはバトルデザイン担当の岩崎淳が自身のストレスを解消するために作ったものであり、岩崎自身もストーリー上必ずしも攻略する必要のないボスと戦う面白さを残したかったと振り返っている。 本作の開発にあたり、クッパがマリオのライバルとしての立場を保ったままゲームに落とし込むかがニンテンドーとアルファドリームとの間で協議され、最初にクッパを戦車として扱うというアイデアが出た。最終的にはクッパのキャラクター性を生かすため、クッパがマリオたちを体内に吸い込んでしまうという物語に落ち着いた。クボタはこのアイデアについて、外で、 クッパに起こったことで体内の様子が変わったり、逆にマリオたちの行動が、クッパに影響を与えたりという、中と外のやりとりがあることで、ゲームとしても面白くなるだろうと感じたんです。と前述のインタビューの中で述べている。レベルデザインには最新の注意が払われ、明らさまに、生々しい骨や血管などは描かれず、マリオルイージらしいポップな雰囲気に仕上げられた。また、 攻撃方法が面白そうな敵キャラクターの案があっても、クッパの体内というテーマにそぐわない場合は却下された。任天堂のプロデューサーの大谷明は前述のインタビューの中で、クッパが仲間になって協力する展開を回避するのに苦労したと述べている。また、本作は健康をテーマとしつつも、キャラクターが病気で苦しんでいるというマイナスのイメージは、 出さないという方針が取られた。本作におけるクッパは、良い意味での二枚目半を意識して描かれ、過去作における、ルイージのような、いじられ、キャラにならないよう最新の注意が払われた。また、本作ではクッパが会話する場面を大幅に増やした、ことについて、クボタは、インタビューの中で、人間味というと変ですけど、ただ単に怖いだけではなくて、感情のあるキャラクターとして、 深みが出せたかなと思います。と振り返っている。クッパが巨大化するというアイデアは企画書の段階から存在していたが、この時点では具体的な方法までは考えられていなかった。当初、クボタは背景を縮小させて巨大化したように見せかける方法を提案したが、任天堂側からインパクトにかけるという指摘が上がり、試行錯誤が繰り返された。 最終的には DS を縦に持つという形で、クッパの巨大化が実現し、元々の大きさがわかるものを小さくした状態で表示するといった複数の方法で巨大化の表現を強調した。また、スケジュールの都合で人員が不足する中、巨大化クッパのグラフィックは、アシスタントプロデューサー兼グラフィックデザインの佐野智美が担当した。クッパの攻撃方法は、 タッチペンを使うという前提条件があったことからアイデアをたくさん出せたと岩崎はインタビューの中で振り返っている。クッパ軍団にも焦点を当てたいと考えていた岩崎はクッパのスペシャルアタックにクッパ軍団を取り入れたいと提案したことをきっかけにシナリオにクッパ軍団を登場させることに成功した。案内役のイエロースターの聖子とチッピーは 前作のスーツケースよりもマリオの世界観に合うデザインを意識して作られた。前述のスタッフらに加え音楽担当の下村洋子や声優のチャールズ・マーティネーといったマリオシリーズに携わってきた人物たちも引き続き参加した。クッパの体内と外側を切り替えると BGM のアレンジが変わるという仕掛けが施された。2008年10月に開かれた 記者発表会の場にて、本作の情報が公開され、あらすじや各種システムに加え、タッチスクリーンが多用されることが明らかとなった。E32009 で、北米、ヨーロッパにて、マリオルイージ・バウザー・エス・インサイド・ストーリーというタイトルの下2009年秋に発売されることが明らかとなった。マリオルイージ・ r p g サンデラックスは、 ニンテンドーより2018年12月27日に発売されたニンテンドー 3DS 用アクション RPG シリーズ第3作目マリオルイージ RPG さんのリメイク作で新たな要素も追加されているニンテンドー 3DS 用ソフトでは最後のマリオシリーズのゲームタイトルまたアルファドリームが開発した最後のタイトルでもあるマリオ ルイージ r p g サンデラックスに関するカテゴリー、ありがとうございます。